10011002パングワン1945年に製造された1 0 0 2パングワンパングワンは北部航空機製造公社で生産された連絡機。他にも様々な用途で使用された。この機体はハンブルク航空機製造社が開発したボーイフレンド108の派生型である。戦時中から SNCAN 社にはボーイフレンド108の生産が命じられており、 170機を生産した時点でフランス解放となった。ボーイフレンド108の残った部品を用いて SNCAN 社では1000の名で呼び解放後も継続して生産し、後にエンジンを換装した型を開発した。この後期型がパングアンの名を付けられ1000も含めて呼ばれるようになった。生産者の SNCAN 社は正式名称の最初が ノールであったことから、ノールと呼ばれた。これは1954年に SNCAN 社を併合した SFECMAS 社が国有航空機製造社となった時のノールアビアシオンとは異なる。1942年にメッサーシュミットボーイフレンド108の生産は、占領下フランスのレメローにある寸間社に移管された。 フランス解放までに170機のボーイフレンド108が生産され、ノール社は引き続きノール1000として生産を続けることを決めた。エンジンを 233HP のルノー691、エンジンに換装した時に名称をノール1001パングアニアイとし、ルノー6 9 0に換装した4座の近代化モデルをノール1002パングアン2とした。総計250機が生産され、 その多くはフランスの軍隊で連絡機として使用された。さらに開発された首車輪式の降着装置を持つモデルガノールノラルファとなった。パングアンは型持ち式低翼単容機で指示下で補強された水平尾翼と一枚の垂直尾翼を持っており、降着装置はオリン式で主車輪は外側に引き込んだ。エンジンは機種に装備し、 キャビンは密閉式で2名の搭乗員は並列に座りその後に3人目の座席のスペースがあった。ありがとうございます。